その時らへんがすごい河野さんと言い合ってたあの差し入れ、差し入れ、食事制限あった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 でもさ、あれはさ、なんか変じゃなかった違うねん、あれさ、なんか普通に私がさ、お弁当1個目取ろうとしたら、うん、河野さんがお前食べ過ぎやって言うの1個目みたいな、確かにわかるやろ、わかるわかる、そうか、これはさ、なんかお菓子差し入れとかもさ、3つ目とかでわかんない、1個目、うん、1個目をわーって言ってみんなと一緒に取ろうとした私だけ言うねん、だからめっちゃ、それめっちゃムカついてた勝手にイメージで言ってんだもんね、松村を食べてるみたいな、うん、松村3つ目って勝手に思ってみんなと一緒やし